フレデリック・ロビンソン、初代リポン伯爵、初代ゴドリッチ子爵フレデリック・ジョン・ロビンソン、1782年11月1日から1859年1月28日は、イギリスの政治家、貴族、トーリー党内の自由主義派として知られ、財務大臣、在職、1823年から1827年として自由貿易を推進した後、 首相、在職、1827年から1828年を務めたが、閣内分裂や国王ジョージ四世との対立により、短期間で総辞職に追い込まれた。その後もホイック党、ダービー派、保守党、ピール派と党派を渡り歩きながら閣僚職を歴任した。1827年に、ゴドリッチ支社区い1833年に、 リリン伯爵位位をを受釈された。た、た。首相を務めていた時期の釈位は、ゴドリッチ釈であっ1782年11月1日、第二代グランサム男爵、トマス・ロビンソンとその妻、メアリー、第二代ハードウィック伯爵の次男として、ヨークシャーノに生まれる。1796年から、パブリックスクールのハーロー校、1799年から、 ケンブリッジ大学、1802年から1809年まで、リンカーン放送院に在学した。1806年11月にから選出されて、庶民議員となる。1807年以降はから選出される。1812年から、リバプール伯尺内閣のに、就任。1813年からも兼務。1818 18年から県となり、閣内省へ昇格した。 1823年には財務大臣に栄転した。同時期に外務大臣となったジョージ・カニング、商務長長官ウィリアム・ハスキソンらと共に、トーリー党自由主義派閣僚として知られ、リバプール伯爵内閣が反動から自由主義に路線転換する上で重要な人物の一人となった。ロビンソンは財務大臣として自由貿易を推進し、鉄、石炭、 羊毛、麻などの原材料から、コーヒーやワインなどの種類に至るまで様々な品種の関税を切り下げていった。これにより産業は進行し、失業率も減り、景気も回復した。も、金融改革を行うことで乗り切った。1827年4月に、ゴドリッチ施策に除され、貴族院議員となる。同月に成立したジョージ・カニング内閣には、陸軍、 植民地大臣として入閣したが、同年8月8日早朝にカニングは休止した。政治の実権力を取り戻そうと格索していた国王、ジョージ4世は、カニングが死んだ8月8日のうちに独断で、ゴドリッチ施爵を公認の首相に決定し、同日午後に祖閣の対面を与えた。国王は、カトリック解放や保育党から閣僚を入れすぎることに反対する立場だったので、 対名にあたって、トーリー島主旧派の増床として入閣させるよう、ゴドリッチ教に命じている。ゴドリッチ教は、カニングのカトリック解放の意思を受け継ぐつもりだったので、ヘリス東洋に難色を示したが、国王はエ、リス東洋に固執しており、ゴドリッチ教がこの人事に応じないなら、ベクスレ乱尺に、疎閣の対名を与えるとの方針を示した。エ、リス東洋には、 ゴドリッチ教の同志である、トーリー党内自由主義派やカニング内閣時代からの連立相手のホイッグ党恩憲派、ランツダウン公爵派らの反発が激しかったため、ゴドリッチ卿は彼らの説得に手間取ったが、なんとか説得し、彼らに政権離反させることなく、さらにトーリー党内保守派も一部政権に取り込むことに成功し、9月1日に組閣を達成した。 しかし国王から派遣された内閣のおめつけ役であるエリスは内閣発足後たちにハスキソンと対立を深めていき内閣は閣内分裂状態となった内閣の安定を図りたいゴドリッチ卿は貴族院で大きな勢力を持つトーリー党保守派ウェリントン公爵とホイッグ党求人派グレー伯爵を牽制する必要性を感じ12月に ウェリントン公爵の兄ウェルズリー公爵を、枢密委員議長、グレー白爵の親友ホランド教を無認諸大臣として、内閣に迎える、閣僚人事案を国王に提出したが、これに難色を示した国王は、12月14日に、ゴドリッチ教皇哲との首相登用を決意した。しかしハロー B 教が組閣の対面を廃止して、上記人事案を受け入れるべき旨を国王に創上した、ため、 国王も12月19日に、ゴドリッチ教皇鉄の意思を保認し、ゴドリッチ教は、続投できた。しかし、上記人事案をめぐっては、閣内からも反発が起こっており、ハスキソンとエリスが共に辞職を申し出るに至った。これ以上の政権運営は、不可能と判断した、ゴドリッチ教は、議会開会を2週間後に控えていた1828年1月8日に、国王に辞職を表明した。 議会開会前に内閣が崩壊するのは前代未聞のことだった。その後、保育党へ移籍し、1830年に成立したグレー伯爵を首相とする保育党政権に、陸軍、植民地大臣、ついで王子少所として入閣した。王子少所になった1833年4月に、立本伯爵に除された。 アイルランド国境界の収入を民間に転用させる問題をめぐる閣内分裂ではスタンリー教、あ後のダービー伯爵らと共に反対の立場を取った。結局この問題でスタンリー教やリポン伯爵らは閣僚職を辞することになった。これ以降リポン伯爵はじめ80名ほどのホイック派はスタンリー教を指導者に仰ぐ独立会派ダービー派を形成した。 ダービー派は1839年までに保守党に吸収合併された。保守党政権の第2次、ロバート・ピール内閣、1841年から1846年、では矢を務めた。穀物法廃止をめぐって保守党が分裂すると、自由貿易を支持してピール派に属した。1847年5月以降は、貴族院欠席が多くなり、事実上引退した。 1859年1月28日にロンドンのグランサムハウスで死去した。1814年にセーラ・ホバート、第四代バッキンガムシャー伯爵の娘と結婚し、彼女との間に以下の2子を設ける。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。